はい、どうも皆さん、こんにちは。クラクラ世界選手権の、実況のためにですね、明日ですね、私、ケイスケ、クラクラ世界選手権がね、開催するフィンランド、ヘルシンキにですね、明日出発いたします。クラクラ選手のケイスケ、実況のケイスケです。ポン！ということで、スーパーセルに、招待いただきましたね。フィンランド、ヘルシンキでね、実況をすることになりました。ボンジュールさんですね。ボーンさんと一緒にですね、実況をやりますので、ぜひぜひですね、皆さんですね、私、ケイスケのチャンネルでクラクラ世界選手権ですね、本戦の、ライブの方ですね、生放送いたします。23日、24日、25日の16時から生放送いたしますので、ぜひね、応援に来てくださったら嬉しいなと思います。日本クランがね、クイーンウォーカーズと、あと GS の2クランが出場いたします。本当はね、クイーンウォーカーズのリーダー、ユタもね、解説で来る予定だったんですけども、選手で、ね、出場することになってしまったんで、今回は俺とボンさんで実況をするっていう形になります。で、今回は、ね、今回の動画何をお送りするかと言いますと、もうタウンホール15がやってくることがね、もう公式さんからね、今年中にね、やってくることが発表されました。10月に、にやってくると思います。まあ、遅れても12月にやってくると思います。でね、新タウンホールがね、やってきた時にね、必ず来るイベントとか、あとはね、アップデートっていうのがね、あるんですよ。まあ、今回はタウンホール15の時に、確実にやってくるかどうかは断言できないんですけども、今までの経験則で、やってきたイベントアップデっていうのがあるので、それでタウンホール15来た時にね、また来るっていう可能性が高いと思いますんで、今回はね、まあ、ここ1年半以内にね、クラクラ始めた方向けにですね、そちらのイベントアップデどんなのがやってくるかっていうのをね、皆さんにお届けしようと思います。なんで、クラクラ動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしてのチャレンジの攻略法や先行プレイ動画出していきますんで、最新情報一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、次の新タウンホールですね、やってくるときに、やってくる可能性が高いイベントとアップデート、こちらね、お話ししていきましょう。レッツゴー！はい。じゃあ、まずはね、新タウンホールがやってくるときに、来るね、イベントっていうのがね、あります。まあ、これ、ね、長いことやってる人はね、もう知ってると思います。建設ラッシュっていうイベントがやっていきます。これ、どういったイベントかって言いますと、なんと、施設のアップグレードの費用が半額になるっていうイベントです。まあ、例えばなんですけども、アーチャータワー上げようとしたとき、今ね、306万かかりますが、これがね、153万ゴールで上げれるようになるっていうね、イベントとなっておりまして、まあ、これ、ね、タウンホール12がやってきた2018年6月あたりから始まったイベントですかね。もうどんどんみんなにね、タウンホール上げてもらいたいなと、っていう、公式さんの思いで、やってくるっていうイベントなので、タウンホール15がやってくる時も、やってくる可能性高いと思います。なので、まあ、ね、その間にね、みんなね、そのイベント期間中ね、こうね、どんどんね、着工するんですけど、ただね、問題点がありまして、費用は、半額になるんですけど、後期日数は半額に、半分にならないんですよ。これ大問題で、一週間くらいのイベントなんですけども、まあ、大体まあ、大工さん5人とかだと、5個くらいしかさ、着工できないんですよね。なので、後期も半分にしてくれよってこれ、思うので、これはね、公式さんに、今度ね、フィンランド行きますんで、ちょっとダリアンに伝えておこうと思います。建設ラッシュイベントで多分ね、次やってくるんだったら、後期も半分にしてくれよっていうお願いの方ね、しておこうと思います。さあ、続いてアップデートですね。どんなアップデートがやってくるか。これね、全タウンホール隊の人にね、関係してきます。新しいタウンホール隊がやってきたら、大体、まあ、そのタウンホール隊よりも下のタウンホール隊の、施設のアップグレードコスト、あとは後期日数、あとは研究のコストですね。あとはヒーローの、日数とか、費用ですね。こちらが、安くなります。まあ、半額ほどではないですけど、結構ね、結構な額安くなるし、結構短くなったりします。そうですね。タウンホール10とかも、これ無課金やかなんですけど、昔はね、フルカンストさせるのに、もう多分2年ぐらいかかってたんですけれども、今ね、タウンホール10とかだと、新しいタウンホール隊がやってきて、後期日数短くなる、アップグレードコスト安くなるとかっていうのが繰り返してって、タウンホール10、昔は2年かかってたんですよ。大体ね、フルカンストさせるのに。なんですけど、今、ゴールドパス買えば3ヶ月ぐらいでタウンホール10ね、フルカンストできるようになったっていう、仕様があるので、
なので新しい探訪隊がやってきたら、後期日数とアップグレードコスト、費用とかがね、もろもろ安くなります。まあね、そういったねアップデートやってくると、だって今まで使った資源返してほしいなとかっていうコメント結構いただくんですけど、まあそれはもうしょうがないですね。諦めてください。なので、次の、タウンホール15がやってくるのが10月か、まあもしくは遅くなっても12月だと思いますんで、その時にね、あの更新日数や短くなるし費用が安くなるとかって、アップデートが多分やってくると思いますんで、そのために皆さんね、まあどれに、費用、資源をね、使っていこうとかっていうね、計算もね、あらかじめね、ちょっと念頭に入れておくといいと思います。まあ、10月に、まあ、短くなるとかっていうアップデート、まあ、多分やってくると思います。多分遅くなっても12月にやってくると思います。まあ、なんでね、費用とかアップ、安くなるかっていうと、まあ、新しい探訪隊がさ、出るたんびにさ、やっぱり、たどり着くのにめっちゃさらに時間かかっちゃうじゃないですか。時間がかかってしまうんで、だったら下のターン応対のね、もっとね、早くね、完走できるようにしようっていうのが、そういったね、アップデートになります。今だって5分に350エリクサーとかで、アップデートできるんだ。あ、昔ホグライで、5万ダクエリとかなんだ。こうやって改めて見ると、昔10万ダクエリ以上は絶対かかってたんで、今こんな安くなってんだ。はい、今ターン報酬。めちゃくちゃ安くなってるんで、子さんの人見たらマジでびっくりするぐらい安くなってますんで、これもね、ダクリね、ホグライダー4万ダクリとか、ラバハンドも5万ダクリとか、ボーラーも多分6万ダクリぐらいにね、なってると思います。あとね、絶対にやってくるのがセールですね。今ね、8倍お得なやつとか出てるんだ。あ、珍しいな。今タウンホール15やってくるんだったら、ほぼ確実に10倍お得なセールが並んだり、しますんで、美化金税の方はね、その、セールですね、待っておきましょう。マジでね、ほんと、まあ、1万いくらぐらいで、100万ダクリとかだっけな、なんかすげえ何百万ダクリとか、もらえたりするような、セールがね、来たりするんで、それね、自分ね、動画にしたりとかしてるんで、よろしければ探してみてください。あと、行商人のね、セールで多分おそらくお得な感じの、なんかウィークリーセールになってくるかなっていうふうに思います。この間10周年記念なんでイベントいろいろあったじゃないですか。その時に行商にね、毎日無料でマジックアイテムを配るっていうイベントがね、やってきてたんですよ。ちょっと自分ね、動画にしてなかったんですよ。動画にしてなかったんですよ。無料で、ね、ヒーローの本がもらえたりとかっていうのがあるんで、ウィークリーセールもね、おそらくね、無料でもらえるっていうのがね、まあ、断言できないです。こればっかりや。断言できない。まあ、なんかお得なラインナップになってくるんじゃないかなって思いますね。あとね、ウィークリーセールで、そろそろ大工ポーションも並んでいいんじゃないかなと思います。タウンホール15がやってくるんですよ。みんなにタウンホールあげてほしいっていうね、公式さんの気持ちからか、ウィークリーセール大工ポーションなんか並ぶんじゃないかなって、個人的な予想してますんで、これもね、フィンランド行ったらですね、ちょっと、ダリアンにですね、公式コミュニティマネージャーのダリアンさんに、ちょっとウィークリーセール、タウンホール15やってきたらさ、大工ポーション、まあ、1週間だけ、1回だけでもいいから、並べてくんねっていうのを、ちょっとね、言っておこうかなっていうふうに、思います。はい。というわけで、今回はですね、新タウンホールがやってきたら、やってくるね、イベントとアップデートですね、こちらのね、お話ししていきました。まあ、あくまで経験則で今までやってきてた、ことなんで、まあ、3回くらいやってきたんで、今までこういったイベントとアップデート、やってきたんで、まあ、タウンホール15出た時もね、多分ね、やってくると思います。まあ、やってこなかったら本当に申し訳ございません。やってこなかったら申し訳ないんですけども、多分やってくると思いますんで、皆さんね、今のうちに資源のね、使い道とか、いろいろね、あれこれ考えてね、村の育成ね、楽しんでくだされば嬉しいなっていうふうに思います。はい、ということで、こういうふうにクラクラ動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あとは友人やクラミニシアの方よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。